本だけじゃなくて世界に進出しましょう。どうもニキルです。皆さん前回のヒゲダンディズのリアクションビデオにちょっとですね、著作権によりその音楽の音量が下げなければなりませんでしたので本当に申し訳ございません。じゃあ今日のリアクションはお楽しみにリアクションしていきましょう。今日のリアクションする曲名は Fly With Me ですね。 Fly With Me です。これは登録者がお願いされた曲ですのでちょっと見たらですね、それはチャンネルは Millennium Parrot Official YouTube チャンネルのからアップしたビデオですけど、その Millennium Parrot Official はね、4万しか登録者がいないので、でもこの曲はですね Fly With Me はすごいトレンディングになってますのでびっくりしたですね。でちょっとそれを気に入ってちょっと検索してみたら、その Fly With Me の Fly With Me この曲のコンポーズした人は、キングの、そのギタリストですね、ダイキツネダさんでしたのでびっくりした。だからめっちゃ興奮してます。すごい、お楽しみにしていきましょう。 Yeah, let's goなんかイントロはすごいショッキングですね。めっちゃミステリー、何がある、それ興奮します。ウォー Money makes the world。 なんかすごいキングのバイブが出ますね。なんかキングが歌ってるみたい気がしますね、そのコンポジションは。全部リズムが、キングのリズムが出ますので、なんかゲームの考え方で作ったビデオですけど、わあ、すごいタイミングがすごいね、そういうのキックしたタイミングが。なんかビデオは It's too much interesting。 それさっきのその子供の顔がそれいい、なんかめっちゃいいセンスで作ったね。なんかめっちゃ信じられないね、こんな英語ですごい完璧なマスターピース曲が出てますので、マジこの曲はね世界で広げないといけないよ。みんなで行きましょうね、広げますよね。あとそのビデオのセンスもすごいね、めっちゃなんかビデオのレベルはいい余裕で作ってますので、ジャパン should be proud of this。 なんか自慢する曲ですよ本当に。全然違いますね。わあ、It's amazing, amazing。なんかそれ顔がすごいいいセンスで作ったね。ああ、この部分 Money makes the world go round。マジ、これはみんなの頭にリピートするよ。何回も聞いてもすごい本当に。 Money makes the world get down。 Wow, perfect。 めっちゃお楽しみにリアクションしてますので本当にね、聞くも多分絶対楽しいですね皆さん。なんかミュージックはめっちゃ cool and it's too emotional too。 なんかそれ言い方がめっちゃかっこいい。なんかすごい今から頭にピッてしてますので、
わお、なんかこれサビが入ったらね、めっちゃグズボンが出ますよ。本当にね、これはなんてめっちゃ素晴らしい作品、本当にありがとうございます。大木常田さんですね。なんかビデオもすごいいい意味で、いいセンスで作ってますね。この、曲はですね、1回目は曲だけ聴きます。2回目は、ビデオで、3回目は歌詞、それ全部聴いたら満足感ですね。ビデオ見たらなんか映画を見た感覚を出ますね。はい、This is pure J-pop。 あとはこれなんかコロナ終わったらこの曲でオープニングしましょうね。公開しましょう。また世界に出ましょうみたいな。はあ、これマジいいですね、この曲は。はい、皆さんみんな自分の友達、海外の友達にこの曲はですね発信してください。これは日本の J-POP は世界に広げるつもりです。僕のも。はい、皆さんどうでしたか。僕はこの曲はですね、めっちゃ楽しみですね。その上英語で歌ってますのでめっちゃ興奮しました。いや、皆さんぜひチャンネル登録もお願いします。あとは Nothing more、 Stay at home、 Stay safe、 コロナで戦いましょう。バイバイ。